どうも、アーガメンのアキトです。はい、今回やっていくのはこちらにあるメモリーボードを回収して、ダンの作った改変したプログラムを回収しに行こうというミッションです。先ほど裏でここのワームホールを開放いたしましたので、ここからここまで行きたいと思います。痛いちゅうねー。例によって内部にはワンダラーが多数存在していることが予想されます。穴掘りしてんちゃうねー。欲しいものだけ取ってみましょう。マリか、ヤマリか、それをいただく。すごく気味が悪いところですね。どっちに行けばいいかも分からん。多分でも上ではない。いや上だな、何もない。このクバエナジーのかけらとか取ってる場合じゃねえ。早く行くぞ。どんどん近くなっている。ここの館は例のあのメタルギアソリッド5をやっている方はわかると思いますが、フォードトーカーというおじいちゃんがいるところの場所になります。メモリーボードがそこにあるかは知りませんが、多分なかったのでこっちではないんでしょう。さあ、本来であればここから出れるんですが、例によって出られない。さあ、今度はこちらに向かいましょう。あれ、さっき来てたね。じゃあ、うわ、敵が山ほどいる。一瞬もくってなるのかな、わかりにくいね。
感じ。思わないな。ふい。ふいふい。はーい。あ、ここにいろんなものが取っときましょう。そうなんですよね。多分さっきのところで資材採集なんかしちゃったらもう帰れないと思うんですよ。ここにも入れないかもしれないですね。重量的に。さあ、先を急ぎましょう。目指す先はメモリーボードなんですが、メモリーボードがどこにあるか。お、こちら。あ、ここですね。ターゲットはここのようです。取りましょう。と、石が山ほどある。ありがたいですね。さあ、ターゲットはどこかいな。こっちか。こっち先来たな。こっちか。ブスイートばっかりしたかった。はい、 OK です。さあ、あらかた敵は片付いたのでメモリーボードをゆっくり回収いたしましょう。はい、馴染みとなりましたね、この映像も。まあ、なんでこんなところにこんなものが置いてあるんだっていう話ですよね。もしかしたら全員仲間だったのかもしれない。はい、まあ、そんなことはさておき、さっさとここから出ましょう。違う違う。こんな薄気味悪いところから、おさらばだ。おさらばしたいけど、どうやっておさらばしよう。道がわかんないし。さっきのところにきっと脱出用の道があるはずなんですよね。さっきのメモリーボード絶対にあるんです。こっから出たら早いってとこ。どこだろう。やっぱこっちかな。ここさっき来たよ。しぎー。例のコードトーカーの場所だから、ある程度の土地勘はこちらにございますので。あ、そうそうそう、これだ。こいつを取りたかった。ここでトマトが取れるんですよね。早速取っておきましょう。そして早速食べましょう。2つほど、一応2つだけ。あ、美味しいな。500
あ、ブラックキャロットあの忘れてた。はい、そんなトロトロも知られないというのが現状ですが、コンテナ行きましょう。コンテナ、コンテナ、すごい、アラミドとかいっぱい。では帰りましょう。よっしゃあ、長い旅路でしたね。データを解析しましょう。まあ本当に迷いそうな道はね、さっきみたいにああいう風にして旗を使うといいですよ。本当に。ああ、あんたか。こいつは少し困ったことになったぞ。ハヤト、プログラムは未完成だった。なんとか使えるよういじってみるが、うん、俺の専門はハードウェアだ。あまり期待しない方がいいかもしれん。ハードウェアならできるのでは。あの、少し見せてもらっていい？ん？坊主、こいつが直せるのか？坊主すごい。待って、見てみないと。うん、これならいけると思う。すごいな。おお、こいつは大したもんじゃないか、坊主。よし、アーキアルブレードはクリスに任せよう。俺はレールガンをなんとかする。あ、ハードウェアってそういうことね。この調子でロードに目にもの見せてやろう。ウィン、キャプテン、兵器の準備は俺たちがやっておく。その間に機関用のエナジーを確保してくれ。いい。 FOB に近い得意点の場所がさっき回収したメモリーボードに記録されているはずだ。頼んだぞ、キャプテン。おい。先ほど獲得したデータから得意点の場所が判明しました。はい。それではキャプテン、早速得意点に向かい、ワームホール採掘機を転送してください。はい。予測によれば、これで機関に必要な分のイリスエナジーが採掘できるでしょう。うん。はい、というわけで今回はこれにて終了。また次回もよろしくお願いします。